人間国宝三代山田定山氏の甥、昭和51年大阪芸術大学を卒業し、同年越前に蓄養し独立。巨匠加藤藤九郎氏に師事し、越前の地で志野を中心に角釉織部、青織部など独自の作風を展開されている山田和氏。利休の侘び茶を継承しつつ、それを銅の道具で自由に展開した古田織部のように、桃山刀の模倣ではなく現代の織部を展開した本作、新品同様ですのでおすすめの一品です。